BF-109 第27戦闘航空団所属の BF-109G-6BF-109 は第二次世界大戦におけるナチスドイツ空軍の主力戦闘機、ウィリー・メッサー・シュミットの設計チームにより設計された。機体重量にひし小さく薄い主翼を持ち、モーターカロンや主脚のエンジンマウントなど特徴のある設計となっている。本機の生産数は3万機を超え、 歴史上最も生産された戦闘機であると同時に、エイリヒ・ハルトマンや、ゲルハルト・バルク・ホルンといったエースパイロットを排出させた。1934年、バイエルン航空機製造で開発が開始され、翌1935年、生産開始した。設計主任は、かつて BF-108 を設計したロベルトル・サーギ氏。 第53戦闘航空団の BF-109E-1 単用、全金属、応力外筆式、密閉式の風防、引っ込め足など、第2次世界大戦の短座戦闘機で主流となる、形態を世界に先駆けて備えていた。HE-112 との激しい競争施策の末に、採用され、スペイン内戦のコンドル部隊に3機が、試験的に投入されて、以降、 改良を重ねて、第二次世界大戦終了まで、ドイツ空軍の実質的な主力戦闘機として使われた。加速力に優れ、スピード、機動力、上昇力も悪くはなかった。軽量な機体でもあったことから、ギュンター・ラルや、ハンスヨ・アヒム・マル・セイのように旋回性能を活かすものもいた。開発時は、陸戦の磁気延期としての性格が強かったため、 後続力は劣る。バトル・オブ・ブリテンではスピード重視だったこともあり、機動力に優れるスピット・ファイアに追い散らされ、爆撃機を狙うハリケーンには機動力で劣っていたために護衛戦闘機の任務は果たせなかった。総生産機数は工場での修理再生分を含めて約3万500機で戦闘機史上最多である。回数は少なかったが、 アメリカ海軍やイギリス海軍のグラマン海4海、ワイルドキャットや F6 海、ヘルキャット、さらに地中海で P-39 と戦った。ドイツを空爆する爆撃機の護衛として飛来した P-51 の B、C 型は当面には BF-109 と類似しており遊軍機から誤射される事件がたびたび起きていたため D 型でキャノピーと塗装を変更し解決した。 目109とも呼ばれ、対戦中の公式文書でも目109となっているが、戦後、英国の航空機研究家から、バイエルン社時代の設計なので、BF にすべきとの意見が出され、BF と表記されることが多くなったという。また、当時のパイロットの一人への戦後のインタビューでは、戦時中は、BF109 と呼んでいたと回答されている。対戦中のラジオ放送では、 目109と呼称され、舞台側での表記や呼称も目109と BF109 が混在しており、実際はいずれの表記であれ、間違いではない。E 型の量産に入ると、時を同じくしてメッサーシュミットがバイエルン社の実験を握ったので、E 型以降、BF の名称が目に改められた。牛尾処防、丸、機関ドイツの軍用機166ページパイロットには、 操縦席が狭いこと、初期の横開き式キャノピーが緊急脱出しにくく、後方視界が悪いなど細かい不満はあったが、飛行機としての能力は概ね好評であった。BF-109 が標準的に装備した DB601DB605 エンジンは、高圧縮低回転型で、燃料事情の良くないドイツの国情に配慮する一方、燃料直接噴射ポンプの搭載、倒立、 V 型で発動機中央に機銃が通せる構造やローラーベアリングの多様側面に装備された流体継手を用いることで実際は二足式だが通常の下級機と異なり一足と二足の間が流体トルクコンバータにより無段階に変速できる下級機など高度で複雑な機構を採用しているこれは製造の困難さや重量の増大も招いたが対戦前半には ライバル機に対する優位を保った。特に、バトルオブ、ブリテンの空中戦において、機械機を装備して、マイナス G がかかると、ガソリン供給が一瞬と切れる英国戦闘機のエンジンに対して、そのような欠点がない燃料直接噴射ポンプは、効果が大きかった。だが、この設計は出力のさらなる増強が難しく、対戦後半に連合国機のエンジン出力が、 増加すると遅れを取るようになった。また複雑な機構は生産性、整備性の悪化を招き、熟練校やベテラン整備士が不足した対戦末期には稼働率の低下を招いた。機体重量が対戦中の機体の中では軽い部類であって、軽く薄いテーパーの主翼を採用している。翼内部に燃料タンクはない。単桁応力外飛構造を採用して、 ほぼ最大翼厚い位置に桁を集中させておくことで構造効率が高くなっている。簡単な構造のおかげで主翼は容易に取り外しができ輸送の際に便利であった。翼端の前縁には翼端失速を防止するための自動スラットが設けられており、向かい角によって発生する前縁下部に当たる圧力により開かれる。 フラップはコックピット座席の左にあるハンドルで角度を調節できる。BF-109E 型までは、翼服方向に長い単純フラップが主翼付け根から小さなエルロンまで続き、主翼の翼服は9.87メートルになっていた。E 型からこれまで騎士仮面にあった水冷用のラジエーターが2つに分かれて、左右主翼仮面付け根のやや後方にそれぞれ置かれた。 モーターカノンの本格的な実装が見送られる中で想定されてはいなかったが何とか翼内武装を施した。F 型以降の主翼は誘導効力などの空気抵抗を減少するため翼端が丸くなったが代わりに全体の翼幅は9.924メートルに延長された。またより幅が広くより平たいラジエーターが採用されておりその全部画面には 空気が流れいる量を調節するための主翼に発生する境界層の空気を吸い込まないようにデザインされたリップが増設された。ラジエーターの後部についてるクーラントフラップは主翼の揚力を増加させるフラップの役割も兼ねるようになったためにより複雑な仕組みになった。E 型までラジエーター後部仮面に1枚だけあった小さなラジエーターフラップは大型化された。 クーラントフラップとなり、翼弦方向の長さを主翼公園まで伸ばされて、翼の上下面の2枚の間からラジエーターを通った、空気が流出するようになった。2枚のクーラントフラップは温度に応じて開き、具合を自動的に調節するが、速度と機動性を求める場合は、手動で閉じることができる。また、クーラントフラップは、大型化されているので、フラップとしても使用され、 二枚の内下の一枚だけ下せばスプリットフラップに二枚一緒に下ろせば単純フラップになる。クーラントフラップはエルロンとの間にある単純フラップと連動させられる。このように凝った主翼の構造なので火力増強には空力特性を悪化させるガンポッタを搭載するしかなかった。G 型後期仕様から車輪などの膠着装置の変更もあって主翼が 部分的に膨らむコブをつけねばならなくなったので、空気抵抗を増大させてしまった。垂直尾翼は翼端そのものが方向だと一体化してあった、ものの、後期型では変更された。水平尾翼の仮面から胴体までつないであった、強度維持用の支柱は F 型以降なくされ、空気抵抗が減少した。BF109 の主脚は胴体についていて、翼端に向かって引き込まれるようになっている。 この方式は、一撃離脱戦法を採用するため、だ部性能とスピードを第一に要求されたため、主翼を薄く設計する必要があったためである。また、強度と重量を必要とする引き込み装置をエンジンマウントと一体に作れるため、主翼構造を簡素化、軽量化でき、本機の主翼は簡単な単桁構造で変翼ずつ、取り外し交換ができた。その反面、 主脚の間隔が狭いので離着陸時の地上滑走中にグラウンドループを起こしやすい。さらに、少しでも設置間隔を広げるために主脚を斜めに設置したことによる強度不足、機種上がりのきつい地上姿勢による前方視界の不良、小型の機体に強力なエンジンを搭載したことによる強いジャイロモーメント、狭い翼面のため低くできない離着陸スピードなどにより、 本機の離着陸を難しくしている。特に主脚の弱さは、本機が性能限界をきかす一要因ともなった。戦時中、量産が行われている工場では、並行して前線から送り返された足破損機の修理も大量に行われていたといい、また、戦争中期以降パイロットに未熟連射が増えるにつれ、この問題は無視できないレベルになった。しかし、K 型になり、 主客の取り付け金具の補強、お足を長くしたことで、静止時の角度が14.5度から13度に減少。この2点の回収によって、グラウンドループ、それによる主客折れの事故が劇的に減少した。また、主客に車輪カバーの追加、お足を引き込み式にし、カバーを付けて空気抵抗が減少し、最大速度向上にもなった。 北アフリカに展開した BF-109 移動機の大きな欠点の一つと言われているのが航続距離の短さである。これは開発時期の1930年代に台頭していたドゥへの戦略爆撃論や当時流行した高速爆撃機の思想から欧州の戦闘機全般が迎撃性能を重視した結果とされる。この点が問題になったのは バトルオブブリテンと呼ばれたイギリス上空での戦いである。爆撃機を護衛する進行戦闘機として開発された、双発戦闘機が、単座戦闘機に対抗しえず、英国上空での対空可能時間が15分程度しかなかったことは、大きな戦術的制約に、そして、バトルオブブリテン敗北の一因になった。本機の翼構造は、翼内タンクなどを設置する余地がなかった。 また、増装を装備させるには、機内の配管を改めなければならなかったため、現地回収では不可能だった。その燃料配管を改めた BF-109E-7 が1940年9月に部隊配備されたものの、パッキンの不整合による燃料漏れなどが、たたり長距離型の運用は遅れた。加えて、同時期に、イギリスでは、ハリケーンやスピットファイアなどが、 エンジンのバージョンアップを果たし、速度性能、上昇性能を大きく向上させたマーク2が空軍に引き渡され始めていた。これらに対抗する BF-109F の生産と機種転換に備えるためにも E-7 いいが主力機になることはなかった。戦局が主勢となり、迎撃が主流となったドイツ上空での防空戦闘では、航続距離、滞空時間の短さは、 致命的な欠陥とはならなかった。パイロットの声でも、この点を指摘するものは少なく、ベテランにとっては、積載燃料により、軌道に制限がかかる P-51 などに対して、より優位を占めることができたと言われている。BF-109 を操縦する、ベテランパイロットは、全微重量なら、どんな敵戦闘機にも負けないと称賛したとされるが、その理由は、 この点にあった。メッサーシミット BF-109G-10E 型の戦闘爆撃機、使用 E-7B 本機は当初から武装に悩んだ機体だった。理想的武装として搭載する予定だった機種のモーターカノンは振動などの問題点を克服できず、初期には機種上面の機関銃しか使えなかった。BF-109 はもと使用内への武装を 設計時に想定しておらず、第二次世界大戦の勃発時には無理をして七点九二ミリメートル機関銃を翌内に装備し、さらにそれを二十ミリメートル機関砲に増強したが、初速、発射速度、相弾数の点からも満足のいくものではなかった。ちなみに、E 型においてようやく二十ミリメートル機関砲を搭載しているが、当初これはスイスのエリコン大会 S 機関砲を モーターカノンとして搭載するはずのものだった。しかし、エンジンと FFS の現物を付き合わせてみると、シリンダ間隔が小さすぎ手順が収まらず、国産化された MGFF 機関法では、この点を改善したものの、やはり振動から来るトラブルで実用化できず、想定外の良くない装備となった。念願のモーターカノンは F 型になってようやく実現したが、 翼内基準を廃止したため、アドルフ・ガーランドなどの武装重視派とギュンター・ラルなどの運動性重視派との間に、いわゆる F 型論争が起きている。弱武装を指摘されながら、F 型以降では、翼内武装は行われず、主翼へ武装を追加する手段は、翼下面へ 20mm 機関砲や 30mm 機関砲のガンポット 21cm ロケットランチャーを喧嘩する。 タイプなどに限られた。これらの火力増強によっても次々に出現する連合軍の大型爆撃機に対抗するには威力不足で、また、翌海武装を喧嘩する方法では重量と空気抵抗の増加で著しい性能を低下を招いた。このことは主翼への武装強化がすでに本機の性能限界を超えていることを証明していた。続く G 型では、 G-5 以降では、機種上面機銃を 7.92mm 機関銃から 13mm 機関銃に増強したが、既存の機種内に収まりきらず、ボイレと呼ばれた、突出部を生じ、性能低下を招いている。G-10 が対抗で下級機の大型化に従って、機種全体が膨らんで回収。軽型に至って主翼を、設計変更して、ようやく翼内武装が可能となり、 最終型の K1-4 では、機種上面に 13mm 機関銃、モーターカノンと両翼に 30mm 機関砲を備えるへ武装となった。後継機の開発が進まず、主力戦闘機として改良が続けられたことに加え、戦闘爆撃や写真偵察などにも転用され、多数の派生型が製造された。ドイツ軍の監修に従って、A から K までの各型には、 非公式の愛称として、該当するアルファベットのフォーネティックコードに対応した人名が付けられている。BF-109B-2 ヘルムートビックの BF-109E-4 ベルナーメルダースの BF-109K-1BF-109K-4 フィンランド軍の BF-109G-2 スイス空軍の BF-109E-3 日本陸軍が輸入した。 BF-109E-7 イギリス、アメリカ合衆国、スウェーデン、ソ連、フランスなどに露隔された機体があった。その他、蒸気運用国でも互いに露隔機を運用していた。3万機を超える生産数があったものの、アメリカ軍の爆撃や、バトル・オブ・ブリテンをはじめとした初戦で消耗し、終戦時に残っていた機体もスクラップにされるなどした。 ため飛行可能な状態を保っている機体は少ない。航空ショーや映画撮影では飛行可能な機体が多いイスパの波 -1112M1 リットルをドイツ軍風の塗装を施し代役とすることが多い。注意以下のものは除く。イスパのアビアシオン射精波 -1112 アビア射精 S-199BF-109G 空軍大戦略の撮影に 使われた、破1百十二 M 一リットル BF-109 風の塗装を施したノールパンガン1960年代までは、飛行可能な機体があったイスパの破 -1112M 一リットルで代用されることが多かった。特に空軍大戦略で使われた破1百十二 M 一リットルは、そのままの塗装で、多数の戦争映画に出演している。また、BF-108 は、当面には、 形状が似ており民間登録が簡単に取れるためアップにならないシーンなどで使われている。また戦後に BF-108 を元に製造されたノールパングアンも利用されている。ありがとうございます。